立ち合いにはさあ縦入れて前を向いた山本浩介シュート山本クロスバーに当たって決まったゴールルキアンルキアン決めました。山本浩介ふわりと浮かしてルキアンのヘッド決まったルキアン今シーズン2ゴール目。もう一度ルキアンさあルキアンからまずちょっとボールを見失いましたがルキアンが出てきた。コントロールショット先制は守備の岩手です。ルキアン今シーズン3点目。ルキアンのシュート左隅に決めました。先制岩田1対0しっかりコントロール先ほど中への盛り返しルキアン、これで4試合連発ルキアン引き返す。もっと強い左で上げてきました。ファーサイドヘディング。そしてファーサイド松本雅也クロスがふわりと上がります。ルキアンヘッド決まった。ルキアン5試合連発。山形軽い選手がこの手です。右サイドクロス今度はニアサイド山形ルキアンが粘って決めました。先制点は岩田。裏に出てきたルキアン大森からルキアンルキアンチャンスだ1対1流し込めるか決まりました。そのままゴールに流し込んでいきました。ルキアン今日2点目。松本ルキアンへのスルーパス通った角度のないところから折り返した決めた。ルキアン今シーズン10点目。さあ足をゆっくり上がっていく左サイドへ叩いた。ここは大津ワンタッチ入れてきたゴール前ルキアンのシュートゴールルキアン決めた2対0 5試合ぶりのゴール決めましたルキアン。コスケ山本の左足のクロスは2人飛び込んでいったか当たりでただもう一度大津が入れてくるこぼれているどうだ決まったルキアン決めました。後半8分岩田1点差に詰めまだ動かない後半のところから左だ勝ち越し岩田勝ち越し2対1大津が行く谷に囲まれますが間を割ってさあ大森パスにしたルキアー左サイドを突破下がって大森さらにサイドを使う折り返してルキアー岩田逆転。試合を引っ込むのはボランチに入っています。今野と山本浩介のダブルボランチさあじゃあ前線に入るルキアンだ岩田に3点目。ただルキアンのボールは通らない。ただもう一度岩田に拾う左足大津のボールはピーパーの前しっかりと合わせていきましたルキアン。ルキアンの先制ゴールが決まりました。前半の35分今シーズン17点目。抜けていくそして金子ボックスの中に入った中央ルキアンの足元決めたルキアン18点目。山田ヘッドワンタッチ後ろを狙ったルキアンにこれが通る奥原海前来たルキアンだ奪ってった先制ムイロルキアン今シーズン19ゴール目。サイドのところの駆け引きですよね、ルキアンへの一本のパスさあこれが通るがルキアンパスが通りました。さあルキアンのボールになって右足のシュート6試合連発同点ゴールはルキアンの右足から1対1岩田同点に追いつきました。これで20得点目。遠藤山本浩介スペースで遠藤中を見て浮き球ルキアン岩田先制64分前ルキアンが外に逃げるそこにボールが来るルキアンスピードアップルキアン